ージ VS ヤーマン。ただいまより本日の第7試合ライジンキックボクシング光レンダースペシャルマッチを行います。青コーナー173センチ、 61.85 キロ、12戦9勝3敗、埼玉県富士見市出身、ライジングルーキーズカップ2018フェザー級準優勝、キングオブストリートファイト、いやーまるー。赤コーナー173センチ、 61.95 キロ、48戦29勝16敗、に分け大阪府池田市出身、 ISKK1 ルール世界ライト級チャンピオン、鋼のエンペラーコーチ、レフェリー長瀬達夫。この試合はライジンキックボクシング各ラウンド3分3ラウンド3ノックダウン制となります。相手の蹴り足を掴んで殴ったり足を払ったりする攻撃は1回の攻防につき一度は有効です。なおこの試合の勝者には光レンタ株式会社様より勝利者賞が贈られます。レディー、注意が与えられております。失礼します。再開します。はい。
Thank you.
Let's go!
集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ大藪30-29、青山。ジャッジ片岡30-30ドロー。ジャッジ和田30-28、青山。以上判定2-0をもちまして勝者アウトナーヤマン。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見事に勝利しました矢野選手は、ラグビーより勝利のロビーが贈呈されます。ヨギボー様より勝利者賞としてヨギボーマックスが贈呈されます。続きまして光レンタ株式会社代表取締役社長井口道夫様より勝利者賞が贈られます。こんにちは。ライズから来ましたターゲット渋谷の山根です。ライジンの皆さんはもしかしたら知らないかもしれないんですけど、自分なんか家庭環境とか複雑でもう底辺からここまで来ました。僕が伝えたいことは一つで、どんな環境からでも成り上がれるんで、今きついと思っている人たちは自分でしか自分の道切り開けないと思うんで、自分で切り開いていけるように頑張ってください。
僕は切り開きました。ありがとうございました。壮絶な打ち合いを制したヤーマン選手、そして最後までナイスファイトを見抜けたコウジ選手、両選手に今一度盛大な拍手をお送りください。